2020年東京オリンピックの競泳競技は国際水泳連盟管轄の下で実施されるオリンピックの競泳競技。前回リオ大会で実施された34種目に男子800メートル自由型女子1500メートル自由型混合400メートルメドレーリレーが追加され、全37種目が実施される。屋内競技の個人種目には1種目につき1カ国。 あたり2名まで出場できる。2019年3月から2021年6月までの予選期間に FINA が定める参加標準記録を満たした選手が出場できる。また、ユニバーサリティ出場枠として、いずれかの性別で出場資格を得た選手が存在しない NOC は、出場資格を得た選手が存在しない性別の選手1名を一種木を、 満たした選手は最大2種目にエントリーさせることができる。最後に全種目合計の延べ878人の出場枠から多くとを満たし出場券を獲得した選手、リレーにのみ出場する選手、ユニバーサリティ出場枠の選手を除いて残った出場枠に対し OST を満たした選手を対象として種目ごとに世界ランキングに従い、 FINA により選考された選手が出場できる。リレー種目には2019年世界水泳選手権の上位12カ国と、それらの国を除く2019年3月から2021年5月までの予選期間のベストタイムの上位4カ国の計16カ国が出場できる。リレーには、いずれの個人種目の選手でも出場できるが、 出場国はリレーのみに出場する選手を一種目に月2名まで派遣することができる。お満たした選手に限られるマラソンスイミングには1、過酷あたり男女2名ずつまで出場できる。2019年世界水泳選手権の上位10名、2021年6月に予定される世界予選の上位9名プラス5名、および開催国枠1名が出場できる。 日本代表選手の選考を2019年世界選手権、個人種目の金メダリストが代表選手に内定する。その他は2021年日本選手権の成績により選考を行う。世界選手権ではセットダイヤが個人メドレー200メートルと400メートルで2冠を達成し、両種目の五輪代表に内定した。また、日本は世界選手権の結果により、 男女ともフリーリレー400メートル、4200メートルとメドレーリレー400メートルの出場枠を獲得したため、出場選手は日本選手権の成績により選考される。組織委員会と FINA は伝統に従って、午前に予選、夜に決勝を実施すると主張していたが、IOC に多額の放映権料を支払うアメリカの NBC が午前の決勝開催を要求。 これは2008年北京オリンピックの競泳競技と同様。競技日程は飛べ込みとアーティスティックスイミングの会場との調整中であるが、大会前半に組み込まれる見込み。A イコール午前、N イコール午後。ありがとうございます。